皆さんこんにちは、チークマジシャンの佐賀です。さあ今日はジュースを使ったマジックをするよ。ジュースを飲みます。おいしい、ね、普通のジュースです。さあ今から魔法の呪文をかけると不思議なことが起こります。いきますよ、スーパードゥーパーマジック。おー、浮いたのジュースに元通りジュースが浮くマジックでした。それでは使うものの解説をしたいと思います。まずは、準備するもの、こちらプラスチックコップを2つ用意します。同じ大きさのプラスチックコップです、ストローを1本、そしてハサミを使います。それとセロハンテープ、透明な糸を使います。プラスチックボンドを使います。中に入れる、ジュースドリンクを用意してください。使うものは以上です。さあそれでは作り方を解説してみたいと思います。まず2個のプラスチックコップを1個ちょっと切っていきますよ。下から3分の1ぐらいのところをこうぐるりとこう切っていきます。こんな感じでカットします。ちょっと切れ込みを入れていきます。こんな感じで縦に、ではここに糸をこうぐるっと巻いていきます。紐を通します。そしてひっくり返してこう結んでいきます。はい、できました。そしてセロハンテープで貼っていきます。とこんな感じで糸が通ってるようなものができました。そしてこのもう一つのコップの方にこれをくっつけます。そしてこれを表に入れます。こういった形になります。下に紐が入ったコップが出来上がり。さあそれではコップが完成したら今度はストローを使います。ストローの下の部分に上から下に切り込みを入れます。はい、こんな感じで切れ込みが入っているのが見えると思います。これをここに引っ掛けて浮かせる。ではここでポイントがあります。切れ込みがある位置が分かるように、把握しておくように、切れ込みの側にストローを折っておきます。そうすると、あ、ここにあるんだな、こっち側じゃなくてこっち側に切れ込みがあるんだなっていうのが分かります。さあそれでは魔法のジュース見せしたいと思います。まずはストロー1回飲んで普通のストローだということを見せます。そして突っ込んで紐にストローを引っ掛けます。そして手を離します。スーパードゥーパーマジック。そう、浮いてます。上と下を改めます。そしてそーっとキャッチします。そして引っ掛けたのを外して、ぜひ皆さんもやってみてください。